あのさ、ちょっとコミュニティの人で、ちょっとコンビでコメントがあって、東大島、あれ懐かしいな、東大島。まあ、あれを思い出すとさ、本当に俺自己破産、あそこで自己破産してさ、なんだ、もう地獄だったよな。たださ、地獄であればあるほど、思い出した時にさ、深いじゃん。しんみりくるやん。別に楽しかったことってさ、別に浅はかやん。なんか俺これ今さ、大物インタビューっぽくね、これ。俺今これ大物インタビュー受けてるぞ、これ TBS に。TBS、今俺 TBS でアナウンサー俺やんね、今。ちょっと出てるけど。これからここで、インタビューしたいね、大物 YouTuber として。まあ今は違えけど、5年後確実に来るって言われてる。もうときちゃんは、奥が深いっつって。だからまだちょっと温める期間で。俺でさ、東大島にゃん、東大島。東大島さ、まああれ、芸人で、バイトもさ、バイトでも大喧嘩して、やめて、まあ貯金も本当に10万どころか、まあほぼゼロになってたからね。さあ、最後さ、東大島のアパートでさ、カップラーメンさ、一個、ほんと食料がさ、カップラーメン一個とかで、東大島のさ、なんだ、シャトー聞くツーだ、ちょっと入り組んだところやねんな。まあね、ほんとね、こみこみしとって、裏、すぐ裏が、ベランダなくて、すぐ行けないんだって、ベランダなくてすぐ行けない。よっぽどやべえ。ただね、あそこでもね、あんな狭くてね、今のコーテよりもね、コーテより狭くて、バストイレ一緒で、6万ぐらいしてたね。やっぱり、ね、フレーズ高えよ。フレーズだってさ、もう交通のめっちゃいいやん。東西線でさ、もうすぐすぐやん、東京が。あんなお前あれだぞ、隅田、あの、なんだ、目黒みたいなもんやぞ、目黒。目黒の高級マンションレベルやぞ、浦安の東大島。ちょっと入り組んだところからちょっと出るとさ、なんかちょ、若干豪華っぽい道があるね。豪華っぽいっていうか、遊風の。悲惨だったな。夜バイトしとってさ、魚旅だっけ？駅前に魚旅あるやろ。浦安駅の。ワイズマートあるやろ、ワイズマート。ワイズマートの向かいに、魚旅は多分今までにあるやろ。これあそこ入ってさ、同い年ぐらいのやつが店長っぽくてさ、じゃあ店長と仲いいリーダー風っぽいバイトがあってな。俺そいつすげえ嫌いでさ、もうしょっぱなから反抗しとってさ、なんかババアゴロンちょっと切るわ。変なババアゴロンちょっと切るわ。